はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッション、カウベル編。この動画ではカウベルの基本的な叩き方と音色のコントロールのやり方について解説していきます。では、まずですね、前回やりましたカウベルの持ち方からおさらいしていきます。カウベルっていう楽器のキャパシティを最大限引き出してあげるような持ち方をします。持ち方は、親指の付け根と薬指、小指の3点でカウベルの辺の部分、まあ、角の部分ですね、を支えるようにして持ちますと。 で、面の部分には触れません。で、親指と人差し指、中指が自由に離したりつけたりできるようにします。これが基本の持ち方になります。で、この3点で支えるのがちょっと辛いという場合は、中指をもう1点支えに使って、人差し指と親指がつけたり離したりできるようにして持っても OK です。 はい。では、いよいよ叩いていきたいんですけども、僕の説明をですね、わかりやすくするために、このカウベルの各部分に名前を付けたいと思います。で、すいませんが、これ、覚えてください。簡単なんで。まずですね、この上の部分。穴が開いてる上の辺の部分。ここをマウスと呼びます。マウスです。で、このマウスから繋がっている上の面の部分。一番大きいところですね。ここをボディと呼びます。で、このボディの 両側の辺の部分。この角のところですね。ここをショルダーと呼びます。もうこれだけ。マウス、ボディ、ショルダー。マウス、ボディ、ショルダーです。続いてカウベルを持っている方の手、もう持ち方が主に3種類ありますので、これにも名前を付けていきます。まず今この状態。親指と人差し指、中指がカウベルのボディから離れている状態。これをオープンと呼びます。 続いてこのままですね、親指をカウベルのボディにピタッと触れた状態。これをハーフオープンと呼びます。で、最後に人差し指中指をボディに触れた状態。ま、全部指がついている状態ですね。これをミュートと呼びます。この3種類。オープン、ハーフオープン、ミュート。オープン、ハーフオープン、ミュートです。はい、ではまずはマウスをオープンで叩いてみましょう。 つまりこの開口部を指を離した状態で叩くということです。はい。このマウスっていうのは特にですね、カウベルの中でも低い音の成分、低音成分が多い場所になります。まあ、カウベルらしい音ですよね。で、このマウスの場所をですね、いろいろ変えてみたり、スティックを当てる位置をですね、いろいろ変えてみたりして叩いてみてください。 はい。マウスの中でも、この辺の部分のどこを叩くか、いや、このスティックのどの部分を当てるか、まあ、どれぐらいの深さで当てるかってことですね。いや、どういう風うに叩くか、どういう角度でスティックを当てるのか、によって音色がいろいろと変わったのが分かったかと思います。で、音楽の中で、こうカーベルを叩いた時に、叩いた時の音色が意図せずですね、毎回変わってしまう、違ってしまうと、いいリズムになりづらいんですね。いいグルーブ感を生み出しにくい。 簡単に言うとこう、叩いてて毎回音が違うと下手くそに聞こえてしまいますと。なので、このマウスの中でも一箇所ですね、毎回同じ音が出せるように基本のポジションっていうのを決めたいと思います。で、このマウスの場所をいろいろ叩いてみて、特に一番低い音、カン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 というよりかはコン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 というような、低くてですね、太い音がする場所を探してください。 それがあなたのカウベルにとっての基本ポジションになります。まあ、おおよそですね、この辺の中心付近になると思うんですけれども、ここを基本ポジションとします。で、スティックを当てる位置もですね、だいたいこのスティックの全長の先4分の1から1 3分の1ぐらいのあたりを当てると、おそらくですね、一番低い音を引き出すことができると思います。 はい。マウスの基本ポジション、叩く位置が定まりましたら、今度は叩き方です。えー、ドラムスティックのようにですね、普通にストロークして、叩いてもいいんですけども、太鼓で低い音を引き出す叩き方にはちょっとコツがありますので、それをご紹介したいと思います。えー、どう叩くかと言いますと、この肘から先の腕と、このスティックの先端までをですね、一つの塊であるとイメージします。で、いつもだったら、まあ、楽に楽に、 しなやかにストロークすることを推奨するんですが、この低い音を引き出す叩き方に関して言えば、なるべく関節を動かさない。で、固定して、スティックもですね、人、えー、差しから小指までしっかりとグリップしてあげる。で、このマウスの基本ポジションに対して、しっかりと腕の重さを伝えてあげることができれば、クン、クンってですね、カーベルが 芯から鳴ってくれるような、何とも言えないですね。振動の快感っていうのを得ることができますので、まあ、しっかりと鳴らせるように練習してみてください。で、もう一つ低音を鳴らす手頃な方法を紹介しますと、スティックの持ち方ですね。これを親指を上にして持ちます。え、ドラムのフレンチグリップのような感じで持って、人差しから小指までをしっかりとグリップしてあげる。親指が上で、こう、振り下ろすような感じですね。 で、この時もこう腕の重さをしっかりと伝えてあげるようなイメージで叩くとクンクンってですね低音成分が比較的楽に鳴らすことができます。はい、では次は持ち手の持ち方をいろいろと変えて音量のコントロールをしてみましょう。まずはマウスをオープンで叩きます。こうするとコーンと少し余韻というか音の長さが入りますよね。で、次に親指をつけて叩きますと 少し音が短くなります。これがハーフオープンです。で、次に人差し指と中指もつけて叩くと、もっと音が短くなります。これがミュートです。オープン。ハーフオープン。ミュート。の3種類が叩き分けられるように、こう持ち手の方をですね、いろいろ変えて練習してみてください。 はい。で、この指を全部触れるミュートっていうのは、鳴ってる音を切ることもできます。どういうことかというと、はい。今、オープンで鳴らせた音をミュートして切ったわけですね。で、こうすることによって、音の長さを作り出すことができます。で、便宜的に、こう、ミュートして音を切ることをクローズと呼びます。 オープン、クローズ、オープン、クローズということによって、たア、あ、たあと音の長さを作り出すんですね。でこれが使えますとカウベルで歌える表現というのがめちゃくちゃ広がりますので、ぜひやってみてください、えー。最初のうちはですね、オープン、クローズ、オープン、クローズとして練習するといいと思います。 はい。では最後に練習フレーズとしてこんなのを叩いてみましょう。はい。すべてマウスを叩いて、オープン、クローズ、ミュート、ミュートの4打です。オープン、クローズ、ミュート、ミュート。オープン、クローズ、ミュート、ーーミュート。たあったたたあったたといった感じですね。 このフレーズを一打一打ですね、しっかりと音が鳴らせるように、あと音色の違いがはっきりと出るように練習してみてください。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。この音色のコントロールができるようになりますとですね、表現の幅がぐんと広がりますので、ぜひ取り入れてみてくださいで。まだ今回ですね、マウスしか叩いておりませんので、次回以降はこのショルダーなども使ったフレーズっていうのを紹介していきます。 はい、こんな感じでこのチャンネルはパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろやっておりますので、ぜひチャンネル登録やシェアなどよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。